はい、始まりました。萌え動画チャンネルです。萌え動画さんでも10万人あこんなんなの。これ何何これ銀の盾っていうのが多分あのお二人の番組も多分もうもらって、いやこれこんなん見たことない。見たことある？ある。大体第1回コンビでしょ。なんかある自分のところよりこう上抜かれたらでもやめようか。なんかまあまあもうそろそろ僕らも役ごめんじゃないか。まあそうだね、うん、もう今後はちょっとそのよしみくんよしみくんに。でもねよしみなんか俺谷繁さんと話してるのなんか俺よりも楽しそうに喋ってた。ほんと谷繁さんも始めたからね。谷繁さんも始めてね。ね森野もやってるでしょ。よしみも始めたでしょ。あよしもなんかいやいいな。俺もうかうかしてられなくなってきたですね。ちょっとそうやな、うん、なんかその告知のちょっと下のところに僕のとこ謙信のとこちゃんと入れとかんとこちらからも入って俺は逆あるからね。川上さんこの前井場さんとどうのこうのって言って俺の YouTube の方になんか Twitter に入ってくるからすみません僕のチャンネルじゃないしなんか不思議とだからちゃんとやっといてもらわないとその告知もね我々の、うん、ぜひはい、じゃじゃーん。続きましてはどれでしょうね。忘れられない試合とか解説あるある、まあ、監督コーチ指導者、まあ、ヒーローインタビューとはなんこんな人みたいな。よしみ、まあ、人名ちょっと2人ね出てるんでよしみちょっとよしみ行こうか。まあ俺と何歳離れてるんやろ。俺は10個ぐらいじゃないの。10個ぐらいだよね。浅尾と同級生、ね、もっとそんな35、6、3。そうだね、うん、でもまあ9個とか8、9、10個ぐらい、ね、まだ現役はやれるまだよだから思ってたぐらい。40歳は行ってないってことだよね、うん、俺ね長いと思ったよ。36だ。10個下 だちょうど行けちゃってたよねまだね。ケンシなんかまだメジャーに行ってない。そうそうそう36は、うんそうやな。う最後の年ぐらいでな、うんうん、ワニと遊んどったけどいつもフロリダで最後の年はワニとアルマジーロと一緒に行こう俺はもう終わったよっつって肩張ってフロリダ本当やね。クロコダイルがクロコあのフロリダすることないから36歳。一人でゴルフ場行ったらさもうその池しかないところでさゴルフボール行ったからそこに飛んだから取ろうかなと思ったらなんか視線感じるなと思ってさ一人しかおらんのにと思ったらさパッてその先にいたらあの必殺の目がピョコって出てさ おワニがっつってそれよく見たらワニ注意って書いてるよ英語で、うん、あのマムシ注意みたいな感じ日本で言うあんな程度で、まあ、マムシとお前ワニじゃお前全然違うよ。なくなっちゃうもんね右腕がね、うん、危ないよ。でもねそういう時代がもう彼は今もうやめてるっていう感じやからな。どういう印象ある。いやもう真面目だけだよね、うん、なんかもう取り組みもそうだしプライベートも、うんなんか無茶するイメージもないし、ね、とにかく真面目っていうか練習は本当によくするというか考えるタイプだね。そうだけどなんかこう、うん、自分を曲げるっていうのは好きじゃないさそうでしょ。ちょっとした頑固さがあるね。うん、あの先輩の話をどうやったらいいんですかって聞くんだけどちょっとで回んなと思ったらこう意外と流してるっていうイメージがあるかな、うん、自分それはいいんだけど自分でちゃんと回るんで、うん、ピッチャー向きっちゃピッチャー向きやったんかな。そうだね、うん、ザ・ピッチャーの性格だよ、うん、あれは。なんエピソード的なのあんの。エピソード的なのは、うん、まあまず俺一回だけね注意したことがあるのよ、うん、よしみに。よしみも怒られることあるんだ。注意したのが別になんてことはないよ、うん、ある意味後で聞いたらあの、うん、まあ多少こっちは嬉しかったんだけど、うんうん、ショートゴロ打たせるでしょピッチャーよしみが。打たせるホームの時もそうだったと思うんだけど、うんうん、ビジターの時に、うん、したら三塁ベンチでしょ、うんうん、でショートゴロがこう来てって言ったら、うんまあ、その後で2アウトだったらチェンジになるでしょ、うん、取ってアウトにすれば、うんうん、そしたらさ取ろうとした時にはもうこうヒューってこう俺の目の前横切っていくわけよでおい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 ってまだ取ってもないのにこっちの人はよしみがもうベンチに向かって 見もせず帰っていく姿をね、見ながら取って投げてアウトにして、うん、それがちょっとねストレスとして溜まってきたのよ。あ要はあの俺がさっきワニと目が合ってる視線を感じるのと一緒でそうなんかお前も目障りやなという。そうまあ、うん、こっちを信頼して帰ってるのかっていうところだけど、うん、なんか毎回毎回そこがこう気になって違うなそれなそれな分かる俺なそれを審判に怒られた。あの2アウトとかで外野フライとか行くでしょ、うん
ポーンって、はい、これでも絶対取ると思うから、はい、もうあのベンチの方に帰ろうとしてさ、自分があの白線をまた、まあ、一塁側だった一塁 の, あ, の あ, あそこをまだ取ってないのに渡ろうとしたし、 ある審判に「おお戻れ戻れ」とか言って「何が起きたんかな」と「まだ終わってないぞ」とか言ってたピッチャーはもう安心な、何か安心したいのよ。ああそうもうだけど、まあなまあ、な別にさ、うん、こう気にすることではないのかなと思うけど、うん、それがねずっと起きてると、うん、やっぱこっちもさなんか緊張してくるわけよ。こいつのって言ったら吉見の信頼を1回のミスで俺は失いたくないっていう、せめて取るところまで見ててほしいなとか、うんうんね、そういうでも確かに最後まで見てるイメージないな吉見は。その後もあんまり見てる感じせえへんけどな。で注意したのお前、そうそうそう、見ろよって言ったら、あの別に注意っていうか怒ってじゃないよ、うんうん、よしさなんでこう打ったらさ、うん、もうバーってこうもうなんていうの取ってもないのにさ、バーって俺の中で帰るのって聞いたら、うんうん、いやもうアウトだから余計にプレッシャーじゃん。そのアウトでさ、人工芝やって甲子園とかさ、それでも容赦なくやるから甲子園のな、あのショート周辺は、そうだからもう、うん、それだけはちょっとねせめて取るところまで見といて、うんうん、そうやな、ね、なんで俺が緊張しないといけない、うん、変に別に打球に対して緊張じゃなくて、うん、吉見に対して緊張するんだっていう、うんうん、そういうことね、あるよね、その嬉しいんだけど、そう嬉しいんだけどなんかこう余計にこう気使いたくないっていうのと、うん、あまあ彼はほらさ、右バッターのインコースにシュートとか投げたら、あ今のところに飛んでいくなとかいう風にやっぱりちゃんと献立ができてるから、うん、あその通り、あ行ったところをよしよし、うん、もうその行った瞬間にそのサインと自分の投げたところとバッターのこのイメージで、はいもう終わりましたっていうのがちゃんと出来上がってるんじゃない、うん、なんか俺その姿ってなんかさ、江川さんとかさ、うん、そんな感じあるでしょ、ね、投げてさ、ファーストもうスースースーって帰る、ね、下向いてね、そう、うん、俺なんかもう最後までいいわね、イレギュラーしてても誰もが見とるもんね、あのノーヒットノーランの時にも「いいわおっぱい!」ってな「お取った!」ってな。でもねこれピッチャーってね多分ねそういうタイプはあのホームラン打たれてもホームラン性の打球、ホームラン打球を見ない人だわ。なるほどね、うん、多分江川さんもホームラン打たれたら多分下向いてそのまま僕分かるって、あのなんか、うん、なんて言うんだろう、あもう行ったなとか行ったなとか、うん、俺もう場外ホームランでも絶対見るもんねひょっとしたらなんかの紐に当たって帰ってこうなとかまあね、ドームとかでありえるけどね、俺一回もねあの何百本かホームラン打たれとるけど全部のホームラン多分一応追ってると思う、打たれた瞬間にこうやって、でも上原とか打った瞬間こうちゃんとこうキャッチャーの方を見てなんかこうやってホームラン性見ないじゃん、はい、俺もどうだろう、松井さんの5階席もほんまにもう見た、どこまで飛ぶんじゃなくてなんか本当になんか急にカラスが飛んできてとかなんかなんかないかなってなんか、まあ、万に1回でもね空中イレギュラーっていうの、うん、そんな起きんかなってね、こういうの思ったけど吉見多分ああ打たれたとかって言って思える、まあ、自分でゲーム作っちゃうんだろうね、そうそうそう、うん、もうここの 18.44 の仕事をある程度やったら終わりっていう、俺 18.44 までの距離がまだ信用できてないからその後も信用できてないって感じだよね、まあ、俺は。いや彼はだからそうやな、ベンチ帰って黙々と落ち着いとるもん、うん、ちゃんと一点見つめてあのイニングとイニングの間ベンチ帰った時になんか噛んでるぞ、あれなんかそんな噛んでた、なんか こんなことかやってるだけどピッチャーってさ、うん、一番いつもさ後ろのさ、うん、一番端っこにいるでしょ、うんうん、あそこが指定席みたいになってるけどさ、あそこの落ち着くの、うん、あそこはダメなんかなと思って、そこしか落ち着くわけじゃない、どの球団もそうだけどさ、うん、たまに監督の後ろとか押されるそうですね、うん、俺は抑えてきたぞって言って監督の目の前にドンと座っててもさ、そうそうそう、高校野球はそういう感じじゃないもんね、そうでしょ、でキャッチャーがさ、うん、ここにいるわけじゃん大体、俺らの時は谷繁さんはまあ外国人と誰々とかの間後ろの、うん、あのとこのなんで隣にはあの2番手のキャッチャーがおったりとかしてたね、そうね、でも、うん、よそのチームって今キャッチャーってさ、うん、なんとなく監督の近くにいるでしょ、うん、そっからさ正反対のとこに ね、 ね行ったり来たりとかするでしょ、うん、でもなんかあれじゃない、あの飲み物とかなんか結構多いじゃん、あピッチャーのところ、ピッチャーのところ今でいうバンテリンドームのさ、
はい、俺らの時こうでっかいこのジョッキみたいなこうペットボトルの 1.5 個水際さんがさトレーナーの水際さんがこうハサミでチョキチョキチョキって切っとったんだわ。氷のさそうそうなんぞのあのシェイクさサインだわ、ね、あれこうバーって入れて氷ガヤーって入れて水がドバーって入れて最悪がこう投げるやんか、うん、で自分も汗かいとったりとかしてでちょっとこう試合見ながらこうやっ てこう見ながらこうポッたらビシャーって滑ってビシャーってなるそうでね名古屋ドームだったらさあそこあのバンテリンドームか、うん、バンテリンドームだったらピッチャーの横に通路があって、うん、そこに水置いてあるでしょ、うん、であそこまで行けばさパッだけどさ神宮球場ってさ、うん、裏だったでしょ飲み物が、ね、先頭バッターで、うん、一回裏行って飲みに行くの面倒くさいからってピッチャーがその手前にいて、うん、あれをかかって飲んでっていうのは神宮球場とかもう今じゃできんけどね今みんなもう自分の持っとるもんねうん、当時はさそんな自分のなんか持っててもなんか言われる時代だったから、うん、そうそうそう逆に邪魔やってねそう山本さんとか、うん、自分より上じゃない人のだったらかかってちょっと一口もらって行くまあさなんか、うん、よしともそうだったけどさこうなんか色がさ逆に体が悪そうな色のフードとか飲んでるでしょそう紫色のフードとかさ色とかなんか俺もあれに憧れたい実際そういうのいいなと思ってでその時のトレーナーにちょっと僕ってなんかいつも水なんですけどなんか色欲しいんですけどったらつけてくれたけどポカリスエットだったから色が粉の粉のなこれじゃあ面白くないですねっつってまあだけど永遠に最後まで水やったな気がなんか今ほんとピンクとかさピンクとかあるよねなんか紫とかさ、うん、なんかもう奇抜な色のがあるね、うん